口ほっぽり出して山梨愛機にしようかな。明けましておめでとうございます、山口愛機です。はい、ということで、明けましておめでとうございますなんですけど、もう新年初めての動画でちょっと遅くなってしまったんですけど、元気いっぱいに動画撮っていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。ということで、後期2679年、新しい年を迎えて、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。私はですね、1月2日に山梨県五穀神社で歌わさせていただきました。山梨県は何度か行ったことあったんですけれども、野外でライブするっていうことがなかったので初めてだったんですけど、たくさんの方にお越しいただいてとっても嬉しかったです。ありがとうございました。山梨県五穀神社は明治12年1879年12月甲府市太田町の地に、国のために山梨県から政府軍の兵士として内戦に参加し、お亡くなりになられた50柱の護衛霊を神様として迎えられたことが始まりの神社であります。そして昭和19年1944年11月現在地に移り、日清戦争や日露戦争、そして大東亜戦争までの22,052柱の御霊を祀っているそうです。国を守るために命を落として戦ってくださった皆様のおかげで、私たちは今こうして新年を迎えることができている、この感謝の思いをいつも抱き過ごしていくことができればと思っています。この日はですね、1時間弱ステージ歌わさせてもらったんですけど、その中で商家の、日の丸の旗だったりとか、お正月だったので1月1日も歌わさせてもらったし、あとわらべ歌をいっぱい歌ったし、いつもよく歌っている大好きな曲愛国行進曲、月月火星木金木もみんなでね、声揃えて歌ったりとか、あとはその曲に加えて自分のオリジナルの曲オーダーさせてもらったんですけども、その中に「ゆくぞ日の丸」っていう曲が私の曲にあるんですけど、その曲歌ってる時にすごい強い風がブワッと吹いてきたんですね。それがすごい私自身びっくりして、びっくりしたのもそうなんですけど、なんていうの、神社に祀られているご衛霊の皆さんも一緒に歌ってくださったんかなって思ったりもして、なんていうか本当に嬉しかったというか、感謝の気持ちがすごい溢れてきたというか、その、動画がありますので、ぜひ見ていただけたらと思います。日の丸が行くぞ、みんなでチャレンジ、行くぞ喜んでくれている、そういう感じというか、もうすごい感じてもらえたのかなと思いました。なのでこれからも、そういった大切な歌をしっかり歌っていきたいと思います。はい、ということで、あれ、服が変わってる。そうです、服が変わってます。服着たるやかましは。はい、ということですね、服ぜひちょっと見てもらいたいんですけど、ちょっとこのね、作ってもらったんで嬉しくて来ちゃいました。ここに日の丸ついてるじゃないですか、ここにも日の丸ついてるじゃないですか。ちょっと失礼しますね、後ろ見るから。山口彩希めっちゃ可愛いですよね、かっこいいですよね。このね、 T シャツを山梨県五穀神社さんに作ってもらったんですよ。もうね、最初もびっくりして、こんなにね素敵な T シャツ作ってくれたか嬉しいなと思いながら、しかもかっこいいブルーで仕上げていただきました。
で、まだまだいっぱいあるんで、ちょっと一つずつ紹介していきたいと思います。まず、じゃん、あのこういう情報誌にも載せてもらったんですけど、なんと一番最初の1ページ目から山口さん出てます。見えました？1ページ目からこんな大きく広告載っけてもらって、もうすごい嬉しいです。大事に顔にします。ダダン。第2弾じゃないわ。次はこちらです。チュク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 チョン、じゃん、あやきの似顔絵を、山口あやきの似顔絵を描いていただきました。どん。めっちゃ可愛いですね。しかもすごい曲実機もパン、富士山も似てるし、あやきの顔が出てます。嬉しいです。で、この A のマグカップも作ってくださいました。じゃーん。この絵です。で、裏がじゃーん。山梨あやきって書いてます。もう山口ほっぽり出して山梨あやきにしようかな、なんてね。次はお守りです。見てください。じゃーん。こんな感じでお守りです。迷彩柄と曲実機柄と、とってもかっこいいお守りをいただきました。大切にカバンとかポーチとかにつけたいと思います。いつも一緒にいる気持ちでこの大切なお守りを抱いて過ごしたいと思います。ありがとうございます。次、最後です。次はすごいです。皆さん全部すごいんですけど、じゃ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 ーん、名刺入れです。トンボ柄の名刺入れです。すごいね、あのトンボがいっぱいいてて飛んでて、私あのトンボがこの世の中で飛ぶものの中で一番好きな昆虫の中のやつがあのトンボです。トンボはあの昔からもう本当に神聖なる。で、この名刺が山梨県の伝統工芸である、甲州印伝と呼ばれるものだそうです。でね、あの私も初めて知ったんですけど、これあの手触りがすごいね、なんていうの、すべすべというか、なんていうの、もうすごい気持ちいい肌触りで、長いこと使わさせていただけるなと思う、大事に使わさせてもらおうと思います。またあの名刺交換した時に、あ、あやきちゃんそれっていう風に声かけてもらえたら嬉しいです。でね、この名刺本当にね、すべすべなんですよ。肌触り良くて、このすべすべ感とあやきの肌のすべすべ、どっちがすべすべかちょっと対決してみたいと思います。そこ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 、あ、でもあやきも負けた。はい、ということで今年は本当に素敵なお正月を迎えれたんだと思って、本当にたくさんの皆さんに感謝の思いでいっぱいです。今年も一年元気いっぱいに頑張っていきたいと思います。みんな